俺のこと好き？好き。ねえ、よだれ出てるよ。え？ありがとう。うん。大学生になった僕はバイト先で知り合った美咲と付き合い始めた。最初は拓也を忘れるために付き合ったわけだけど、気がついたら彼女のことを本気で好きになっていた。で、誰とチューしてたの？いや、誰とも。え？そこは私じゃないの。初めて美咲との毎日は楽しかった。そっけどさ、うん、そこの猫ちゃんたちがマジで可愛くて見て今度直樹も一緒に行こうよ、猫カフェ。あ、うん、いいね、うん、この子となら一生一緒にいれるかもとさえ思った。たまに思い出してしまうんだ。でも最後に別れていこう。拓也からの連絡は一度も。え？よ。お。よ。行く。うん。よし。先生です。なぜ拓也が半年経って連絡してきたのかは分からないけど、そんなことないだろ。久しぶりの拓也は何も変わってなかったでさ、その先生マジでヤバくてさ眠る人は堂々と寝てくださいね、なんなら枕持ってきてもらって構わないんでつってそれ絶対嘘。いやいやいや、ガチだって。嘘嘘ないね。いや本当だって。ないない、お前今度はお前枕として持って行ってやるからな。逆に嬉しいわ。え？あ、あの日のキスの意味にはなんとなく二人とも触れないでいた。それから拓也とは高校の時みたいにたまに会うようになった。相変わらずあのキスについては聞けなかった。それを聞いたらこの関係が終わってしまいそうで。バックナンバーやっぱいいな。いいよ。ちょっと入れてくる。うん。で、最近どうよ。え？彼女は？彼女？ああ、恋人？いる。マジか。ああ、どんな人？優しい人。名前は？美咲。へえ、やるじゃん。そっちこそうまくいってんの？彩香ちゃんと。すぐ別れた。え？あんなに仲良かったのに、なんで？マジ？ちゃんと恋愛しろよ。マジか。直樹彼女いんのか。うん。じゃあまた。じゃ。美咲。ごめん約束早く着いちゃって。あ、うん。高校の？そう、高校の。どうも。こんにちは。じゃあ、行こうか。うん。じゃあね。うん。
あんな楽しそうな直樹初めて見た。え、そう？あんな笑うんだね。いや、美咲の前でもいつも笑ってんじゃん。そうかな。おい。うん、スタバの新作みたいな。あ、直樹くんじゃん、久しぶり。彩香ちゃん、どうしたの？今、大学休みで、こっち帰ってきてんだ。おお。あれ、直樹くんって女の子も行けるんだっけ？え？あ、いや、てっきり拓也と。ちょ、彩香ちゃん何言ってんの？直樹くん、拓也のこと好きだったじゃん。違う？キスもしてたよね、拓也と。大きい、そうなの？美咲、行こう。本当なの？隠してるつもりはなかった。私と付き合ったの？好きだから。それは本当。でも私にはあんな笑顔、私には見せてくれないじゃん。え、拓也くんの前でしてる笑顔、私には見せてくれない。そんなことある？私のこと好きなの？好きだよ、本当に。待って、もう拓也と会わないから、約束するから、お願い。直樹、だから LINE いつじゃ伝わんねえって。わけも分からず人を不快な気持ちにさせんなって。そっちだろ。あの時キスしたから。何がしたいんだよ、俺の気持ち知ってるくせに。諦めさせてくれよ。でも俺は美咲と幸せなんだから。その気がないなら連絡してくんだよ。美咲、その気があるから。